ZOZO マリンスタジアムには大観衆が詰めかけています。パシフィックリーグ公式戦、千葉ロッテマリーンズ対オリックスバファローズの16回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、優勝に向けた大一番を迎えました。緊迫感ありますね。いやー、もうね、ファンもね、一体となって緊張感味わってますね。そうです。打ったー、センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてセンターオーバー、バッターランナーは二塁まで進みました。そしてこれが今シーズン60本目のツーベースヒットということになりました。まずはボールから入りました。外の高め振っていきます。バッターボックスの村上、今シーズンの得点圏打率は4割9。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。中村が抑えています。ワンアウト。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。彼の裏をかくような配球で攻めたいですよね。そうですね。さあ気をつけていきたい。フライ。2球目打ちました。これはどうか、この打球は落ちるか、どうだ、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは三塁到達。バファローズ1点を先制しました。1対0、マリーンズなおもピンチです。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。まあそしてこの場面、相手が勝負強いバッターですから、コースに気をつけてストライク先行で初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、2対0になりました。マリーンズこれで2点ビハインドとなりました。バッターはデイビス、昨日のゲームは4安打を記録しています。当たってましたよ、打ちました。さあどうだ、このフライはどうだ、落ちるか、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、これで3連打、ワンアウトランナー3塁1塁。さあそして打席には金村入ります。さあ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤ですが、あまり離されると厳しくなりますから、ここはしっかり抑えたいですね。なるほど、そうですよね。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。打ちました、ボテボテ、ピッチャー取った、本塁タッチはアウト、一塁へ。さあそしてバッターボックスには鈴木入っています。さあ2アウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。まあこのまま抑え切って、こう打ちました、いい打球だ、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加、入りました、ホームラン、スリーランホームランが出ました。マリーンズその差が5点に広がる、重い一発を浴びました。マリーンズ追加点を許します、5対0。ここで一発を浴びてしまいました。バッターは注目のルーキー古久保、現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、マリーンズこの回先制点を許しています。引っ張った、高いバウンド取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ先に点を取りました、5対0。これから2回バファローズの攻撃です。さあマウンドを任されたのは東、今シーズン5試合目の登板です。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあそうですよね、任された以上期待に応え、初球打ち高く上がった、この辺りはどうか、真ん中左中間破っていきました。バッターランナーは2塁到達、これで6試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。あっと取れない、バッテリーエラー、ボールを拾ってノーアウトランナー3塁です。大きくリードされてますけど、雑なプレーはしてほしくないですよね。そうですね。打ちました、平沢、一塁送球アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。さあバッターは村上、西さんそれにしてもよく打ちますよね。まあや、打ちました、左中間に強い打球、レフトセンターバックする、バックする、センター左へのヒット、サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、6対0になりました。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには3番ブライアント、
先ほどの打席で先制となるスリーベースヒットを放っています。打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット、7対0、マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターは今日 DH に入っている小栗、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないと。引っ張った、取った、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックスには5番デイビス。前の打席はしっかり捉えてましたからね、ええ、まあタイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。うん、そうですね。ツーアウトランナー3塁です。バッターのデイビス、今シーズン得点圏での打率は5割7分。3球目打ちました、これはどうか、3塁線落ちてフェア、サードランナーホームイン、バッターランナーは2塁到達、バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット、8対0、マリーンズもうこれ以上点はやれません。6番バッター金村、バファローズこの回7人目のバッターになります。引っ張った、ライン際フェア、フェアです。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット、9対0、マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターは7番鈴木、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれ、高め打ちました、左中間に大きな打球、さあどうだ、真ん中を破りました。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う、ホームに送球、ファーストランナー一気にホームイン、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、10対0、マリーンズもうこれ以上点はやれません。8番バッター古久保、まずはボールから入りました、これが2球目、打ちました、これはどうか、東一塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。里崎さん、序盤で先発投手降板となってしまいましたがいかがでしょうか。まあそうですね、やっぱり今日の状態を見ていると仕方ないなという感じですかね。そうですね、次の投球に期待しましょう。変化球タイミング合いません。3球目見送っています、ボール、いい当たり、これは大きい、伸びていく、左中間深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。打ちました、取った、一塁へ送ります、アウト、ここは送球が間に合っています。バッターボックスは2番村上、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね、はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね、はい、さあここは打ちました、高い打球左中間へ、この打球はフライになっています。レフト掴んでツーアウト、3番バッターブライアント、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、初球打ち、ここは打ち上げています、取ってスリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした、10対0。回は4回の表バファローズの攻撃、バッターは DH 小栗、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。マリーンズ厳しい展開で中盤4回を迎えています。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあ点差はありますけどね、気持ちを打ちました、これは大きい、伸びていく、これはライトの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。打った、スタンド一直線、レフト一歩も動け、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました、これがチーム2本目のホームラン。
初球でした。しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。マリーンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でさあマウンドに上がったのは有吉。今シーズン10試合目の登板です。初球は際どいところに行きました。ストライクです。ボールになります。次が3球目。ジャストミート伸びていく。この打球はフライになっています。3球目打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。打席には7番バッター鈴木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返す。しっかり捉えた。レフト下がっていく下がっていく。そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。13対0。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターの牧、ここのところ5試合で打率は6割を超えていますがバッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。試合前に話したんです。打ち上げました。ここは打ち上げています。ストレートに詰まって取りました。アウト。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。里崎さん、ここでこれ以上離されるといよいよ逆転が難しくなってくると思うんですがいかがですか。まあそうですね、悪い流れを断ち切りたいですからこのイニングは絶対にゼロで抑えたいですよね。そうですね、ゼロに抑えられる。これはサードレアード掴んでワンアウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。まあやはり一発を警戒するリードになりますかね。基本的には低め中心に攻めたいですよね。うん、そうですか。さあバッテリーどう組み立てて、バッターボックスには代打の栗。うん、ここでリードを広げたいですね。栗背番号1。打ちました。浅いフライ。このフライはどうだ、落ちるか。積極的に行きましたがライト掴んで2アウト。バッターボックスは3番ブライアント。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトになっています。打ちました。これは大きい。伸びていく。外野大きな打球になった。右中間深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞。2アウトランナー2塁。打った。高く上がった。この当たりはどうか。センター深いところ破っていきました。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。14対0。マリーンズなおもピンチです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。うん、やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけで。2球目打ちました。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。15対0。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは6番金村。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。打ちました。大きな打球になった。レフト下がっていく。下がっ、入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってしまったストレート、しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打順は7番鈴木。バファローズこの回7人目のバッターになります。初球ボール。スライダー決まります。打ちました。伸びていく。このフライはヒットになりそうだ。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。
これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー2塁、バッターボックスは8番古久保。先ほどの打席でソロホームランを放っています。引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、ホームに送球する、これが今シーズン100本目のヒット。ツーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには代打の新井。まあ、少しでもリードを大きくしたいですよね。初球打ち、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。この大石、ここ5試合で打率は5割を超えていますが、バッティングの調子が上がっていると見ていいでしょうか。いや、よく打ってますね。打ちました。センターに強い打球、センター下がっていく、下がっていく、センターオーバーのヒットになりました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ホームに送球する、ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。オリックスバファローズ、センターオーバーのタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれます。マリーンズ、さあマウンドを任されたのは石崎。今シーズン5試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。引っ張った、一塁線落ちてフェア、三塁を回っていく、二塁へ送球する、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスブライアント、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。引っ張った、セカンド取った、一塁へ、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。ZOZO マリンスタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。バファローズの攻撃、バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんでね、はい、今度はしっかり抑えておかないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。マリーンズ厳しい展開で、引っ張った、これはどうか、三遊間抜ける、これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。さあまず1球目、高めのボール打ちました。弾き返した打球はセンターへ、センターが取りました。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。打った、大きな打球になった、伸びていく、どうだどうだ、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。マリーンズなおも三塁二塁のピンチです。バッターボックス古久保、先ほどの打席でヒットを放っています。初球打ち、高く上がった、レフトが下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。初球でした、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。さっきはしてやられました。打ち上げた、これは大きい、伸びていく、初球から積極的に行きましたがセンター掴んで2アウト。打順はトップに帰って大石、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきは打ちました、いい当たりだ、打った瞬間確信したか、ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。さあバッターは吉田、この打席でホームランを放てば今シーズン20本。いい当たり、
伸びていく。打球を追っているが、これはヒットになりそうだ。センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで9試合連続安打。ツーアウトランナー二塁。打ちました、痛烈。このフライは切れそうだ。切れました、ファールボール。あっと真ん中決まった。ここはあっという間に追い込んでいます。打った、ライトに大きな打球。ライト下がっていく、下がっていく。スタンドには届きません。二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上。マリーンズピッチャーが変わります。4番を迎える場面で、さあマウンドに上がったのは南。今シーズン4試合目の登板です。2日連続の登板です。これではバットが出ません。ストライクです。さあ2球目は何か。打った、打った瞬間確信したか。ぐんぐん打球が伸びて突き刺さった、ツーランホームラン。これがチーム7本目のホームラン。真ん中に入ってしまった変化球、きっちり捉えられた当たりはフェンスを越えてスタンドに入ってしまいました。マリーンズ追加点を許します。相手が4番。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール。打ちました、これは浅いフライ。この打球は落ちそうだ。三塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5連打。ツーアウトランナー二塁。これが1球目。最初は変化球できました。次が2球目。インコースを厳しく攻めます。ボール先行です。ファウルになります。バッターボックスの金村、今シーズンの得点圏打率は5割5分。打ちました、いい当たりだ。大きな打球になった、レフト入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。低めのボール、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックスには7番鈴木。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと打ちました。これは大きい、伸びていく、レフトの頭上を越えていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで7連打。ツーアウトランナー二塁。打席には8番バッター古久保。先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、ヒットでランナーを二塁に置いています。力のあるストレートですよね。はい、外のストレートがストライク。すぐに引っ張った、高く上がった、レフト下がっていく、下がっていく。レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターは新井。打ちました、センターに大きな打球。センターバック、センターバックする、フェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。マリーンズもうこれ以上点はやれ。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは長野。さあマウンドを任されたのは長野。今シーズン8試合目の登板です。今日もマウンドに上がって3連投になります。打ちました、レフトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている、伸びて入った、ホームラン。ツーランホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。今日は守備で交代してそのまま出場している吉田。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。バッターは3番ブライアント。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。まあさっきはいいところで打たれてしまったんで、ね、打ちました、スタンド一直線、ライト入った、
ツーランホームラン。これがプロ入り初のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。十分警戒はしていたはずですが、ここで一発を浴びてしまいました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ファウルです。ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、どうだ、入りました、ホームラン。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。主砲の一振りでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。マリーンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面で、今日はこれが初球、初球打ち、ここはフライになっています。初球から積極的に行きましたが取りました、アウト。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。西さん、ここでこれ以上離されると非常に逆転が難しくなってきますよね。まあ当然ですね、あの状況を考えるとね、もうこれ以上失点できないですよ。本当にそうですよね。ボールになります。ファウルになります。打ちました。井上掴んでアウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。7番バッター鈴木、さっきはツーベースを打たれましたからね。はい、そうですね。ここはしっかり低めにコントロールして長打、打ちました。これは大きい、伸びていく、ストレートを打っていきましたがセンター掴んでツーアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球ボール、これはショート取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。8回まで来ましたバファローズの攻撃。新井打席に入っています。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。マリーンズ厳しい展開で8回を迎えました。さあ里崎さん、この回はきっちり抑えていきたいですよね。まあそうですね、気持ちを切らすことなくいってほしいですね。まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。ファウルです。改めてお聞きします、この大石どういったタイプのバッターでしょうか。いや、いいバッターですよ。難しいボールでも長打にできる頼もしいバッターですね。そうですか。打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球突き刺さった、ソロホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。バッターボックス吉田、先ほどの打席はデッドボールでした。打ちました、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球が入った、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はバッティング絶好調。この打席でヒットが出ればサイクル安打達成となります。いやー、あと残りがシングルヒットなんで、これは可能性が高い。打った打った瞬間確信したか、ぐんぐんだ入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。なんと3者連続のホームラン。今ゆっくりと打ったバッターホームイン。
ここでさらに1点を奪われました。依然大きくリードを許しています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。これも初球打ち、これは大きい、伸びていく、右中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで4連打、ワンアウトランナー2塁となりました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球甘いコースでしたがタイミング合いませんでした。引っ張った、サード取った、一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターボックス金村、今日は2本のホームランを放っています。バファローズこの回7人目のバッターになります。初球から振ってきましたがうまく変化球でかわしました。2球目打ちました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット、マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターボックスは7番鈴木。バッターボックスには代打の粟口、ここでリードを広げたいですね。さあ初球は何か、打った、大きな打球になった、ライトバックバックバックする、ボールはそのままフェンスに直撃、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、マリーンズもうこれ以上点はやれません。マリーンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは増田。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。まず際どいコースをついてきました。引っ張った、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット、マリーンズもうこれ以上点はやれません。バッターは新井。バファローズこの回は打者一巡の猛攻となっています。初球は何で来るか、打った、大きな打球になった、このフライはヒットになりそうだ、右中間破っていきました。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、バファローズ1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。打順は1番に帰ります。バッター大石、先ほどの打席でソロホームランを放っています。まんまと打たれてしまいましたよね。打った、大きな打球になった、レフト下がって、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。なんと今日4本目のホームラン。初球でした、しっかり引っ張られるとファンの悲鳴の中フェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。ここで一発を浴びてしまいました。打順は2番吉田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。うまく運ばれましたよね。はい、これも初球打ち、浅いフライ、この打球は落ちるか、どうだ、積極的に行きましたが取りました、アウト。しかしこの回バファローズホームランで追加点を挙げています。今日はバッティング絶好調。この打席でヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、サード取った、これが今日7本目のヒット、ノーアウトランナー1塁です。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。引っ張った、ヒットになった、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これが今日8本目のヒット、ノーアウトランナー三塁一塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。バッターボックスには代打の羽田、少しでもリードを大きくしたいですよね。
高い打球になった。ファールグラウンドへのフライです。取ってアウト。ワンアウトランナー三塁一塁となりました。バッターは6番金村。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。まあさっきはいいところでレフトへ持っていった。これは大きい。伸びる、伸びていく、入った、ホームラン。金村今シーズン第67号のスリーランホームラン。なんと今日3本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張られた当たりはフェンスを越えてしまいました。マリーンズ追加点を許します。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。さっきはしてやられましたよね。はい、ここはピシャーっと抑えてやり返さないといけませんよね。はい、さあここはやり返すことができるんでしょうか。打ちました。打球はセンターへ。ここはフライになっています。センターが取りました。ツーアウトです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。バッターボックスには代打の山下。まあ少しでもリードを大きくしたいですよね。初球打ち、これはどうだ。ショート取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズスリーランホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっ、オリックスバファローズリーグ優勝を達成。今大歓声に包まれながら大きな拍手、抱き合う選手もいます。監督ようやく笑顔。今シーズンパリーグを制したのはオリックスバファローズです。西さん、実力を証明したと言ってもいいですよね。いかがでしょう。うん、やっぱり強いと思いますよ。まあ本当にいいチームだと思います。そうですね、非常に強さを感じました。万歳三唱が始まっています。さあそして監督の胴上げ。敵地での優勝となりましたが、スタンドからは大きな拍手、そして大歓声。今胴上げが終わって、全選手がまずはスタンドのバファローズファンの元に向かいます。大歓声に包まれています。選手ファンが喜びをかみしめている瞬間です。ご覧のようにオリックスバファローズが見事リーグ優勝を決めました。おめでとうオリックスバファローズ。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。